はい、河野です。今日はですね、この前に実は動画を、前半後半とね2本撮りました。というので、実はね質問 Q&A を、話し忘れたので、今こうやって雑談の方で動画の方をもう一本だけ作ろうと思って頑張ってます。なので衣装と場所とはですね、同じところで撮っておりますのでご了承ください。で、ごめん、質問何だったっけ。はい、一つ目がデジタルになって一番困ったことは。デジタルになって一番困ったこと、デジタルになって、これどこから質問があったんだっけ。メール、メールです。メールだ、はい。これデジタルになって一番困ったことは、そうだな、何でもかんでも全部自分でやらなきゃいけなくなったってことですかね。あのフィルムの時代っていうのは、もちろん撮影するまでは 100% もまあフォトグラファーの方のね責任だったんですよ。例えば、なんだろう、フィルムを装填して撮影してフィルムを抜いて、そして現像の指示を出すというところまでは、あと現像所に持っていくっていうその手間まではフォトグラファーの責任だったんですけれども、そこから先、要は現像処理ですよね。フィルムの現像をするだとか、そういったのは現像所の方にお任せをして、処理ができていたわけじゃないですか。それがね、何もかもがね全部ね自分になってしまったっていうのはね、これが一番困ったことですかね。あとは、ソフトウェアがどんどんこう、ね、バージョンアップしていくということ、そしてカメラがね進化していくとともにピクセル数が上がっていき、そのピクセル数が上がっていけばいくほどデータも大きくなっていくので、まあ、あのハードディスクだとかね、そういったものに対してこう投資をしていくというか、お金がねかかっていくという部分ぐらいですかね。まあ、でも一番大きいのは、今までは撮影が終わったらそのままこうね、現像所にお願いをしてこうゆっくりする時間があったんですけど、今はもう事務所に帰るとね、夜あの現像したりだとか、データの整理をしたりとかね、そういったことを、まあ、あの事務所スタッフと一緒にね手分けをしてやらなきゃいけないっていうのが一番困ったことかなというふうに思っています。まあ、あともう一個言うと、このハート的な面で言うと、やっぱね、あのフィルム時代以上にピントの精度がねすごくこうシビアになったってことですよね。まあ、皆さんも経験あると思うんですけれども、やっぱねこうほら 100% の等倍表示をすると、あれピントがちょっとねこう逃げてるかなとかね、あれわずかなブレが残ってるかなとかっていうのが、はっきり見えるじゃないですか。まあ、そういった部分が困ってるか、困るというかね、まあね、そこは本来的にはあの技術的に撮る側がね解決しなきゃいけないんでしょうけれども、なんか今まではそれがね味となっていたものが、なんかデジタルに変わったことによって、それが何かこう失敗のように置き換わっていく、まあピンボケも、まあ、ブレもですね、ある種、まあ、失敗であることに変わりはないんでしょうけれども、でもなんかその絵のね、あのこう絵によってはその効果的にね生かされる部分多いかと思うんですが、なかなかそのデジタルになると、このピンがちょっとね逃げた部分も、まあ、なんて言うんだろうな、フィルム時代のねあの味という感じにはならず、なんかちょっとそこが違うんですよね。それ何なんでしょうね。僕もちょっとそこは、答えづらいというか、なんかこう表現しづらいんですけれども、なんかそこがちょっと今までと違うかな、フィルムの時代とは違うかなっていうふうに感じたところです。はい、で次行きましょう。何でしょう。はい、2つ目が、河野さんはニコンしかお使いではないんですか。あ、確信ついてくるね、それね。ですね、僕まあこうやってニコン、実はメインなんですね。実はメインで今ニコンを使ってます。はい、なんですけれども、まあここでね、あの、まあ、雑談なので、非公式という公式の場なんですけれども、あの雑談なので申し上げると、僕が使っているブランドはですね、まあ、メインはニコンです、ね、メインはニコン、それから、あと富士フィルム、そしてルミックス、それからあと中盤ではフェイズ1とハッセルブラッドですね、これを使ってます。はい、これね、なんでじゃあそんないろいろ持ってるんですかっていうふうに今度ね、よくそれこれを言うと言われるんですけど、なんかカメラっていろんな本当にあの、まあ、絵を撮るというか、僕らで言うと絵作りの道具の一つだと思ってて、で何て言うんでしょうね、あの
油絵だってそうじゃないですか。なんかインクが、インクというかこの絵の具が違えばね、なんかその同じ色でもタッチが違うとか表現が違うとかっていう風に、やっぱ同じカメラであってもそのメーカーが違うことで、色作りが違ったり、あと、フォーマットが違ったりとかねすること、それから、まあメーカーそれぞれのレンズの作りだったりとか、まあ、いろんなことがこう微妙に違うじゃないですか。まあ、そういったところも含めて、なんかこうもちろんあのニコンがメインなんですけれども、やっぱ富士フィルムのね、あのなんだっけ、フィルムシミュレーションっていうレンズの、いやレンズじゃないんだ、カメラのね、あの色作りの面白さがあったり、まあ、富士ノンのね出す、あの今までのね、あの富士ノン、やっぱり、レンズというとね、まあ、昔から大型レンズもそうなんですけど、ニコンとそれからまあ富士ノンですよね、これあのすごく有名なブランドなんですけれども、まあ、富士ノンレンズのねやっぱいいところもすごくあります。はい、まあ、そういったところを生かしていきたいっていう部分ですね。あと APS-C、まあ、ニコンにもね APS-C の Z50 というのが今あるし、一眼レフの方でもね DX でこう7200だとか D500 だとかね、いろいろありますけれども、まあ、APS-C を使うんだったらそもそももうねセンサーのサイズが違うので、だったらあのねニコンでこう通し方ももちろん仕事上ではありますが、レンズてかカメラを変えてみてもいいんであれば、そういうね富士のカメラの、使い心地なんかも楽しんでいきたいなっていうのがあるし、やっぱねそのフィルムシミュレーションというそういう機能も生かしたあの色作りっていうかね絵作りもしてみたいっていうのもあるし、まあ、そういう意図で、富士を選んでます。はい、なので、まあもちろん富士を使うときは、全部ね富士の、僕は今持ってるのが XT2 かな、 XT2 とか Pro 2とかを持ってですね撮ってます。あのレンズもねあの何本か持ってますけれども、あの、まあ、そういう形で、APS-C サイズの、センサーは富士を使って撮影することが多いです。で、マイクロフォーサス、これは、オリンパスと、ニコンとあります。で両方ともまあ今カメラのボディとしては持っているんですけれども、まあ、どちらかというとその僕の個人的好みの部分ではあのルミックスの方の色作りが今の僕にはね、合ってるというか好みにもマッチしているので、G9 Pro、ね、これを使って、撮影することが多いです。はい、これはどちらか主にねあの APS-C でありながら、まあなんかね色作りもね少しこう肌鮮やかっていうかね赤みがちゃんとこう出てる、すごくなんていう血色のいい感じに表現されるので、ウェブ媒体オンリーの時なんかはね G9 を使って撮影をするとかっていう風に使ってますね。まあ S はもちろん使ってはいるんですけれども、うん、あの G9 とね同じようなこう色のねあの方向性というかなんか絵作りだなというふうな印象を持ってます。あのね G9 のじゃなかった、S1 のルミックス S1 のですね、50mm の1.4っていうレンズ、これはねめちゃめちゃいいです。正直ねこれめちゃめちゃいい。だから僕あの今回ニコンのねあの50の1.2が出るまではあのね50mm はもう本当ルミックスの S1 のね釣り抜群だなっていうふうにね本当に思ってました。はい、そのぐらい本当にねいいレンズでした。うん、正直ねこれは皆さんねぜひともねあのどっかで体験できれば体験してみてください。すごくいいレンズなんですけれども、まあ今回ねあのニコンが、50の1.2を出してですね、やっぱそれを見ていくとやっぱね今回のニコンのね50の1.2はいいですよ。はい、なので結構ね僕もねやっぱいいものはねいいっていう風におすすめするのはねあの必要なことだと思うし、あのいいことだと思っているので、まあ、皆さんにこうおすすめしてますけれども、それまではね本当に S、 それが出てくるまでは S1 の、50の1.4、これね抜群でした。はい、そういう形でまああのね画家が筆をねいくつか持っていって絵作りに合わせて変えていくように僕もねあのなんか井の中の蛙って嫌じゃないですか。なんかニコンしか知らなくていやもう最高もうニコンバッチリねっていうよりはいろんなものをこう使っていく中で、あでもやっぱりねその中でニコンいいよねとか、あでもこれだったらあの富士がきっと合うよねとか、これだったらルミックスでしょとかっていう風な、使い方、まあ、そういったものをね、していきたいと思って、いろいろとこうねあのカメラはあのちゃんとこう自分でね持って、使うようにしています。はい、これがまあやっぱり写真の楽しみ方でもあるし、まあ、趣味写真仕事写真ですからね、特技も写真って言っちゃおうかなね、そんな感じなので、そういう風にいくつかのメーカーを使ってそれぞれの良さをこう理解していきながら、まあ、このニコンのね、
良さであったり楽しみ方っていうものを自分の中で追い求めているつもりです。はい、さあ次行きましょう。どうぞ。次が一眼レフとミラーレスの使い分けはどうしていらっしゃいますか。気分ですっていうふうに、ね、言いたいんですけれども、今まではあの Z6 ミラーレスね、 Z6 を、まあ、これ今回はフルサイズで、お話しさせてください。フルサイズメインは、ニコンなんでニコンのお話になっていくんですけれども、Z6 それと、高画素機の方はこの D850 ね、この一眼レフ、これを、使ってました。なので、高画素機は一眼レフ、そしてミラーレスは、ミラーレスは Z ね、まあ、こういう両輪でね今までは使い分けをしていたんですよ。だから今日は、なんとかでね、あのちょっとこう大きくね、まあ、のもの大きく大きいサイズになるので、まあ、高画素機の方が、有利かなっていうふうに思う時にはこの850をつけて、ね、レンズはもうね F マウント全部持って、ほぼほぼねあのポートレートで使うサイズっていうのをあの全部持っているので、まあ、それを持って出動するという形を取ってました。であの通常まあ雑誌のねあのページであったりだとかっていうところで言えば、あのもう時間も本当にないですし、結果もねあの本当にこう後でこう確かめるねあの余裕も時間もないので、まあ、Z を使ってですね、トマトっていくような状況で使い分けていたんですけれども、まあ、今回ねあのなんていうかな Z2 ね Z の7-2か7-2が出たことによって、うちでもね7-2を導入しました。導入したので、まあ、今回からはですね、どちらかというと、まあ、業務においては、Z シリーズを使って、撮影をしていくと、ね、まだまだちょっとねレンズの部分であのもうちょっとねあの充実していくとよりいいなっていうのはあるんですけれども、まあ今後はですね、Z が多分メインになっていくと思います。といってこの D850 含め、一眼レフの方を手放すかというとそういうつもりは全くなくて、今まで通り、まあ、この D850 それからあとうちには750とかねあのまだまだこう、DX もあったよね7200とかね、うん、なので、まあ、そういうねこの一眼レフ用のカメラはそのまま残して、今まで通り F マウントをつけてですね撮影をしていくというふうなことはあの続けていきますけれども、仕事の、ね、メインの主軸は Z に移行していくことになるかなというふうに考えています。まあ本当ねこの一眼レフを持つね喜びというのもね喜び楽しさというのもね あるし、この一眼レフにこのねあのマニュアル専用のねこのレンズをつけてねこうなんかなんて言うんでしょうねこうピント合わせていく面白さっていうかね、やはりなんて言うんだろう、仕事で撮るのもまあ写真ではあるんですけれども、せっかく写真をね撮るそこにちょっとこう時間の自由があるんだったら、まあ、こういうふうに自分でこうピントを合わせてで自分で覗いて今その光でねこうなんていうかなピントを合わせて、そして、自分が狙った露出、それ例えばメーターで測ることもあるし勘でこう撮ってみることもあるし、いろいろなんですけれども、まあ、そういったところでね楽しんでいきたいというふうに思ってますので、楽しみの一眼レフ、仕事のミラーレスというふうな、ね、使い分けにだんだんとこうね分かれていくというか、まあ、なっていくのではないかなというふうに思っております。はい、次なんでしょう。はい、次は他メーカーと比べたニコンの良さは何ですか。うん、アメーカーと比べたニコンの良さはですね、まあ、カメラとしての完成度の高さだと思います。一番は。それからね、壊れないっていうのがね、すごくあると思います。まあ、とは言ってもね、本当にこれは僕が使ってて壊れなかったっていうふうに言ったのが、言う方が正解になるかもしれません。もしかしたらね、他の方で、いや、壊れちゃって修理出しましたとかね、あっちが壊れた、こっちが壊れた、あるのかもしれないんですけれども、まあ、僕の使い方、僕のまあ使ってる頻度、それからまあ撮影してるまあ内容とかね環境においては、壊れないんですよ。本当壊れない。うん、壊れないのですごくそこはね助かってます。やっぱりねどこかにちょっとこうでもねこう不具合があると、もうそこから広がるこう不安の要素ってねもう計り知れないんですよね。ましてや大事な撮影であればあるほどすごいそれはね失敗に直結する可能性も拭えないんで、かなりねこう
精神的にも大丈夫かな大丈夫かな、常になんかね、あの全然違うところにこう意識を向けなきゃいけないっていうのがあるんですけれども、まあ、ニコンにおいてはですね、それが全くないというのが、一番違うところかもしれません。よそのメーカーを使っていて不具合、結構ありましたね。まあ、またこれ別な動画を作りますけれども、以前使ってたメーカーなんかのね、面白いエピソードなんかもね実はあるので、まあ、そういったこともあって、その今で言えばエピソードですけど、エピソードであり、まあそのね、いい笑い話なんですけども、その当時真剣にね、悩んで困ってどうしようっていうふうに考えたね、ところでもある。まあ、そういうねお話はいくつかあるんですが、まあ、そんな中でもね、ニコンで本当に壊れて困ったってことは、過去ね、もう過去といってもまだ10年ちょっとしか使ってませんけれども、一度もないので、そういう意味で言うと本当にね、こう作りの良さのニコンっていうところではないかなというふうに思ってます。はい、で次は、はい、次は機材に不満はないですか。不満はですね、ないことはないです。まあありますが、僕は思うんですけどね、不満はじゃあこういうところで言ってどうすんのよっていうのもあるんですよ。まあなんて言うんでしょうね、そうだよね、不満なくはなくて、ある時には僕なんかは、まあこういう立場的にというか、まあ、仕事的にというか、メーカーの方とね、お話をさせていただく機会があったりするので、僕はそこでこれどうなんですかとか、これもっとこうできませんかねとか、なんかそういったことはお話しするようにしてます。本当にね、不満を押し殺して常に笑ってるわけじゃなくて、言うべきことは、まあ、自分がね感じて、なんかこれな、もうちょっとこうなったらなとかって思うところはメーカーの方に言うようにしてます。だけれども、なんかこうやって公の場で僕言うのってあんまり好きじゃないんですよね。いや、ここはこうですよね、ああですよねとかっていうふうにして、すごく言うのがあまり好きではなくて、まあもちろん共有するという意味ではいいんでしょうけれども、なんかこのその不満っていうか、使い心地の感想っていうのは、まあ僕自身のものなので、なんかそこをねあんまりこう言うのはどうかななんて思ってて、特にこういう YouTube とかそのSNS とかでね、なんかここはもうダメだとかね、なんかそういうふうにね言う人もいます。まあもちろんそういうところをね聞きたいっていう方もねいっぱいいるんだと思うんですけれども、僕的にはまあ本当に個人的な感想とか、まあこのね製品に関する要望なんかは、ここで言っても、言うよりはメーカーの方になんかきちんとねした形でお伝えする方がいいのではないかっていうふうに考えててですね、 SNS ではあんまりね、そういったことは自分の中では発信しないように、発信しないようにしてます、なんですが、メーカーにはちゃんとね、その不満は、お伝えして、不満というかね、そのご要望ですかね、要望は伝えているので、全くね何も感じずに盲目的にこう使っているわけではないというふうなご理解でいてください。はい、はい、次がまだある、まあ、あるよね、まだあります、はい、レンズに保護フィルターがついていたようですが、いつも装着していらっしゃってますか。なるほど、保護フィルターね、これに関しても、まあ、賛否あります。で、僕の考え方で、まあ、使ってるんですけれども、このね今これはね裸のフィルターです。裸のフィルターで、海に行ったりだとか川に行ったりだとか、結構ね外で撮ることが多くて、で外で撮ることが多い時に、もうやっぱりレンズがすごいこう汚れるんですよね。めちゃめちゃ汚れる。で、ちゃんとしたこうメンテナンスが、その場その場でできればいいんですけど、なかなかこうね簡易的にパッとこう拭いたりとかしなきゃいけないっていうのがあって、それだったらその前玉をね直接そういう安易なことでやるんだったら、保護フィルターをつけておいて、その保護フィルターをねこう綺麗に拭うとかっていうのをこう現場ではやるようにする方が、まあ、いいんじゃないかなっていうふうなことでですね、僕は保護フィルター以外に海に行ったりとか、まあ、スタジオとかでない限りはつけるようにしてます、これ今ねこれはない状態ですよ。だから全てのレンズに保護フィルターをつけてるわけではないんですけれども、まあそういうね外でもしくは海とかね、まあ、そういったところ、海とか塵とかのね多そうなところで使う頻度の高いレンズは保護フィルターを使うようにして、その代わりに現場で、まあ、ちょっとこまめにこう拭いたりとかっていう風な作業が、まあ、を増やすようにしてます。意識的にね、やっぱ綺麗な状態で使わなきゃいけないので、で、ND フィルターを使ったりとか、さらに何かこうねソフトフィルターを使うだとかっていう風な
時にはそのフィル、あの保護フィルターを外して、その ND であったりとか、例えばあのブラッドミストとかね、そういった、ソフトフィルターを使うような場合ですよ、なんかは保護フィルターを外してそのフィルターをつけるようにして、撮影すると、まあなんかフィルターにフィルターを重ねるようなことはなるべくしないように考えているんですけれども、保護フィルターに関しては、まあそういう形でね、砂や泥をね、意識的にどんどんこうクリーニングするという、外でねクリーニングするために保護フィルターをつけ、あえてつけて、綺麗な状態がね保ちやすいような、あまりこうね、あの神経質にこう綺麗に綺麗にこうしなくてもね済むような状態を維持するようにしてます。はい。で、まあせっかく使うんだったらということで、フィルターの質はいいものにしたいというので、アルクレストね、これはもちろんニコンのフィルターになりますけれども、まあ、こちらの方を使って、保護フィルターではね、あの装着して、まあ、撮影しているというふうに思ってください。はいはいはい、これが最後です。はい、これからもミラーレスと一眼レフは使っていくんですか？これさっきの、ね、答えとちょっと重複してきますね。さっきの答えと重複してくるんですけれども、あのミラーレスと一眼レフ、まあ、じゃあミラーレスがね、あの例えばレンズの種類が増えていったから、もうミラーレスでもレンズ揃ってますよね、焦点距離用途全部揃ってますよね、じゃあもう一眼レフいらなくないですかっていうふうに、まあ、考えがちなんでしょうけれども、僕は両輪でいきたいと思ってます。なのでもうその例えば一眼レフの方の、カメラ、それからレンズのね修理ができなくなったとか、もうできなくなるような状況が生まれたりとかしてくれば話は変わってきますけれども、そうじゃなくて同じようにその製品、この例えばこの850の850の性能がベストな状態で維持できる環境が、続く限りは、一眼レフね、それからあとそのまあ、だから、F マウントの、ね、レンズ、これは、ね、使ってあの使い続けていきたいと思ってますので、答えとしては一眼レフもミラーレスも今後、両輪で、ずっと使い続けていきたいなというふうに思ってます。でもさっきも言ったように、仕事ではおそらくなんですが Z が主軸になり、趣味の写真として楽しむ部分で一眼レフ、これをね、あの今まで通りこうねそのまま維持して、まあ、持ち続けていこうかなというふうに思っております。まあね、今日すみません、まあ、あのこのぐらい、これは最後だよね。そうです。まあ、あの質問の、ね、数でいうと、まあ、6個、7個、まあ、そのぐらいだったんですけれども、ね、皆さんにお答えできて、なんとなく分かっていただけたかなというふうに思っております。もしね、今後もあの何か質問とかがあったらですね、メールもいいんですけれども、できればコメント欄の方にもね、書いていただいて、もちろんそれにも、あの文字でちゃんとね返信しますし、プラス、まあ、こういう形でいくつかこうね取りまとめて、直接ね言葉で、お話しするような機会も設けていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録とそれからグッドボタンお願いします。あとね、あのバッてやめてください。なんかね1個でもつくと結構ねあのへこみます。はい、ガラスのハートを持ったねあのコーナーですので、そこら辺ね、あのまあすいません、これ雑談ということもありますし、皆さんね、あの大きな目でね、あの温かく見守っていただきたいなというふうに思っております。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ではまた。